それでは北九州行ってみたいと思います。本日の問題はこちら、和訳二題でございますので一緒に頑張りましょう。サムさん第一段落でございます。こちら下線部1番の和訳をお願いします。皆さん解説はホワイトボードでしますね。サムさん行ってみたいと思います。皆さん上がですね、模範解答だと思ってくださいね。サムさん出だしでございますが、皆さんおすすめしたいのはですね、前置プラス名詞を見たらカッコでくくる。そうです。出だし前置アバウトから皆さん後ろ名詞ですね、ヘルピングス。このカッコでくくることによってかなり構造のミスですね、文構造の把握ミス、それは避けることができるかと思いますのでおすすめです。皆さん2行目でございますが、皆さんちょっと動詞出てきましたので色分けさせていただきました。あとは on your plate、前置プラス名詞、そして at から皆さんレストラン名詞ですね、前置プラス名詞でございますのでカッコでくくりました。そして皆さん you pile、まあ、SV なのはまあ大丈夫かと思いますが、皆さんこの helpings という名詞、そして you という名詞、皆さん名詞が2つ連続すると何らかの省略が行われましたね。そうです、関係代名詞の省略。ただ一応念のためですね、確実に押さえたいと思います。で皆さん一つはこう名詞が2つ連続し、あと皆さんパイル自動詞他動詞大丈夫でしょうか。まあ意味から言っていただいていいんですが、積み上げたよー、なーにょー、そうです、おがつきます。で他動詞で、他動詞であれば後ろに目的語が必要なんですが、皆さん前置プラス名詞、そうです、目的語がないんですね。ですから皆さん結論でございますが、名詞が2つ連続して、でその後他動詞で、さらにその後ろに目的語がない状況、こういう状況になった時に皆さん関係代名詞の省略が起こりました。で皆さん3行目でございますが、 even though は接続詞で、皆さん接続詞の後ろは SV つながっていくはずでございます。まあこんな感じですよね、 SV で。最後も4行目でございますが、前置プラス名詞でございますので、カッコでくくっておきます。で最後の部分ですが、皆さん先ほどと同じように名詞が2つ連続いたしました。で皆さんあと consume、 皆さん消費したよー、なーにょー、そうですね、おがつきますので、他動詞。じゃあ皆さん後ろに目的語があるかなって見てみると、まあ見ての通り目的語ないですよね。ですから皆さん名詞が2つ並んで他動詞で、さらに右側に目的語がない。ですからその状況の時、皆さん名詞が2つ並んだ間に関係代名詞の省略、まあ、もちろん関係代名詞があると仮定していただけると、右側から左側、後ろから前へ訳し上げていただけると OK です。さあ、皆さん構造はこんな感じでございます。で、あとは、どの順番で訳していくのか。まあ、わかりやすいのはこの3行目のところですかね。あの、オレンジのところ。接続詞プラス SV。で、皆さん訳す順番を皆さん振っていきますが、まずやっぱり主語のところですね。主語がまず第一段階。どうせ皆さんも自分で和訳作っていただいて分かるかと思いますが、動詞のところは結構後回しにしてますよね。で、皆さん前置プラス名詞、これも多分そうですね、右側から左側、後ろから前へ訳し上げるとうまいこと言ってるはずです。で、最後皆さんこの青いところ、まあ、関係代名詞の省略がございますので、先ほどお伝えした通り右側から左側で、もちろん SV とつながっておりますので、皆さんまず主語最優先ですね。で、その後動詞で、皆さん右側から左側、青色のところからオレンジのところへ訳し上げる。で、皆さん4番目の後はこの動詞ということですね。動詞を皆さん一応最後の方でよろしいかと思います。で、その SV のところを訳し切ってから、皆さん最後、接続詞ですね。で、皆さんこの緑のところに戻ってきました。皆さんどっから一番最初に訳せばいいのかというところでございますが、やっぱり主語のところがおすすめ。ですので、U が7番目。で、あと皆さん動詞はなるべく後回し。とにかくお勧めしたいのは、この前置プラス名詞のところ。これが最優先でございます。で、困ったら皆さん、右側から左側、右側から左側。この順番でうまいこといきますからね。ですから、8番目、9番目。で、皆さん、これで緑のところを訳し終わりましたので、最後皆さん、1行目のところ、オレンジのところでございます。で、皆さん、最後10番目。で、皆さん、これをこの上の方のこの模範解答。ここを見ると、皆さん、色合わせてますからね。ということで、皆さんこの丸一番のところからご覧ください。まず、あなたのお腹が、で、こうですね。あなたが消費したすべての食べ物。で、それが原因で、すでに痛み始めてると。で、痛み始めているんですが、痛み始めているのに、で、緑のところ。
一番先頭、主語、あなたが。で、皆さん、こっちですね。で、All you can eat restaurant。まあ、これ皆さん、多分、イメージは分かると思いますが、食べることができると。すべて食べることができるレストランでございますので、まあ、食べ放題のレストラン。で、そこで、皿ですね。皿に積み上げた、このオレンジのところ。まあ、すべての、まあ、無料のおかわりですね。これに関しては、What about? どうでしょうか?みたいな感じでまとめることができたんではないでしょうか。ですので、あとはもうこの模範回答ですね。ここと皆さんご自身の回答、見比べて添削していただけるとよろしいかと思います。サービスについての段落でございます。ここは設問関係ないので、一読だけお願いいたします。さあ、ついての段落でございます。では、こちら下線部2番ですからね。和訳をお願いいたします。皆さん、解説はホワイトボードでいたしますね。さあ、皆さん、行ってみたいと思いますが、出だし、things。皆さん、文頭に出てくる名詞は主語ですからね。で、さらに皆さん、ざっと説続いておりますので、色分けいたしました。もちろん、我々が主語。そして、would never consider が動詞。皆さん、consider、動詞ですが、まあ、自動詞か他動詞か。考慮したよー。何をということですので、他動詞。ですから、後ろは目的語。ただ、purchase も皆さん、これ購入する。まあ、購入したよー。何をということですので、他動詞。で、後ろに目的語があるかなと見てみても、皆さん、2行目の左側ですね。become という別の動詞が来ちゃっておりますので、あ、目的語ないなと。で、皆さん、この目的語はないなと判断できたら、皆さん、この出だしのざっと。このざっとが関係代名詞だと判断できますね。ですから、この青色のところが一番先頭、オレンジの thinks という主語にかかっていくと。で、皆さん、文頭の主語に対する動詞がようやく出てきました。皆さん、become を見たら SVC、第二文型だというのは大丈夫ですか?そうです、become。皆さん、B 動詞隠れてますからね。で、皆さん、B 動詞の右側は、保護、形容詞。ですから、SVC、第二文型完結。で、皆さん、3行目でございますが、as、すんなず、接続詞。ですから、後ろは SV。で、皆さん、B 動詞ありますので、まあ、さっきの become と同じように、B 動詞の右側、保護、SVC。で、構文はこんな感じになりました。で、あとは皆さん、問題は、どの順番で訳していくのか。まあ、先ほどもそうでしたが、やっぱり皆さん、こう接続詞プラス SV のところ、これを皆さん、先に訳していただいた方が、うまいことに読もうとして整理するんではなかろうか。で、さらにその中でも、主語が一番初っ端でございますが、皆さん、they、まあ、どこを指しているのか。まあ、普通は複数名詞でございますので、皆さん手前、複数名詞どこかなで探し出していただけますと、一番先頭、オレンジのところの things。ですから、やっぱり皆さんこのオレンジのところ一番最初に訳した方がうまいことつながりそうですね。ただ、そうは言っても皆さんこの青色のところ、関係代名詞ざっとございますので、後ろから前、右側から左側へ訳し上げていただいたかと思います。ですから、結局皆さん、この青色のところの主語、我々、ここが多分一番初っ端になるはず。で、この動詞のところ、皆さん、動詞はなるべく後回しの方が綺麗に決まりますからね。ですから、こちら、目的語のところが2番目。で、動詞のところが3番目。あと皆さん、オレンジのところにかけるので、4番目。で、このオレンジの things が、この緑の they につながっていきますので、多分、こっちに行った方が綺麗に決まるはず。で、保護のところへ行って、で、SVC、ここを最初を訳した後にですね、接続詞のところに戻ると。で、緑のところを訳しきりましたので、あと最後残ってるのはこのオレンジのところですね。で、動詞は後回しです。ですから、この後ろの方ですね。そこを最初に訳して、動詞のところに戻ってくると。皆さん、こういう順番でいけるはずでございます。で、皆さん、上を見ながら聞いてくださいね。まずは1番目のところでございます。我々が、購入することを全く考慮していないものが、文末、無料になるとすぐに信じられないほど魅力的になる。こんな感じで皆さんいかがでしょうか。あとはこの上の模範回答ですね。とご自身の回答、見比べていただけるとよろしいかと思います。